はい、どうもこんにちは。それでは今日も共通テストの演習をしていきましょう。今回ね、少し頭を使う問題にはなるんですが、まあベクトルを使ったね、問題になるんですけども、一瞬で解ける方法っていうのがありますからね、今回はぜひね、あの解説までしっかり聞いてほしいなと思います。はい、それでは問題チャレンジしてください。どうぞ。はい、それでは解説を始めていきます。まずはもうサクッと解ける方法を見ていきたいと思います。問題としてはですね、衝突前の物体の持っている運動量と衝突後の物体の持っている運動量、そして壁から受ける力石の関係をベクトルズで表してくれということなんですね。で、壁から受ける力石を考えてくれたらいいかなと思うんですけど、壁から物体に及ぼす力っていうのは何を考えなきゃいけないかというと、垂直抗力と摩擦力なんですね。で、今回問題文しか見てあげるとですね、壁は滑らかであるということが与えられてるんですね。ということは壁から働く力っていうのは垂直抗力だけになるんです。こんな感じですね。はい、もうこれで答え出ましたね。なので壁が物体に与える力石っていうのは左向きになってるんですよね。力が左向きなんですから、与える力石ももちろん左向きになってますよね。なので壁からの力石が左向き、真左になってるのは3番しかないんですよね。なので答えが3番ということでした。よろしいですかね。なのでまあこうやって一瞬で出てきます。で、おそらくはもうこう解いた人っていうのは結構少ないかなと思うんです。違う方法でね、解いた人がいると思うんです。まあ、それはもちろんね、運動量と力石の関係から求めた人が多いと思いますから、その方法でもね、ちょっと解説をしていきたいなと思います。はい、じゃあ見ていきましょう。運動量の変化と力石が等しいということですね。物体の運動量変化と物体が受けた力石が等しいということでしたね。これ簡単に証明できましたね。運動方程式を使って簡単に証明することができました。ma イコール f ですね。加速度 a っていうのが定義から考えてあげると単位時間あたりの速度変化でしたから、デルタ t 分のデルタ v とかけるんでしたね。あとはこの両辺ですね。デルタ t かけてあげましょう。はい、じゃあいいですかね。デルタ t かけてあげると m かけるデルタ v が f デルタ t ですね。で、デルタ v がね、v から v' に変わったとしてあげると v' 引く v でかけますから、こういう風に式変形できますね。なので mv' 引く mv が f デルタ t、 運動量の変化が力石に等しいですよという関係式が出てくるというわけなんですね。なので今回も一緒ですよね。速さが v ベクトルから v' ベクトルに変わりましたから、運動量の変化は mv' 引く mv ですね。力石はまあ f デルタ t なんですけども、今回 p ベクトルで表しましょうということですよね。はい、なのでこの関係式ですね、この関係式を満たしている図を選んであげたらいいということでしたね。はい、 v' ベクトルが衝突後ですね、衝突後の運動量ですから、速度が左下向いてますから、左下ですね。衝突前が右下ですね、右下のベクトル量になってますよと。
はい、なので左下のベクトルから右下向いてるベクトルを引き算してあげたらいいですよということですね。はい、視点揃えていきましょうか。はい、じゃあいいですかね。まあ、これはもうベクトルの計算になりますけど、この時ですね、V' MV' ベクトル引く MV ベクトルっていうのがどっち向いてるかっていうと左向いてるんですよね。はい、よろしいですかね。まあ、これで考えてあげても3番っていうのはすぐ出てきましたね。まあ、一応ベクトルで考えてあげるときにね、引き算でこういう向きになりますよというふうに考えてくれてもいいですし、まあ、移行してあげるとね、P ベクトル足す MV ベクトル、あ、これが P ベクトルでしたね。P ベクトル足す MV ベクトルが MV' ベクトルになってるんですね。なので MV ベクトル足す、こっからここまで行きました。そっから P ベクトル、ここまで行きました。ということは最初、ここから始まって MV ベクトルと P ベクトル足すことによって、やっぱり MV' ベクトルになってますからね。なんかこれでちゃんと向きが合ってますよね。向きってのはこの左か右かっていう話ですね。なんかそう考えてくれても、あのベクトルではいけますよということですね。まあ別に引き算がね、この向きだってことが分かってる人からすれば、まあそんな話は全然いらないんですけどね。まあ自分がやりやすいように考えてください。ただ、もうどっからどう考えてもね、垂直抗力しか受けてませんから、明らか左向きですから、左向きですね。左向きになってますから、力石が左向き。なので答えが3番ということでね、簡単に出してほしかった問題になりました。よろしかったでしょうかね。はい。まあ、こんな感じにね、簡単に考えて計算することもできましたということですね。はい。よろしかったでしょうか？わかりましたかね？大丈夫でしょうか？最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。